カロートカロートカロートは、広島県南部の地名。瀬戸内海芸与諸島の一つ、倉橋島の最南端に位置する地区。住所は、全域が、広島県呉市倉橋町カロートになる。また全域が、瀬戸内海国立公園に指定されている。カロートの中心部は、陸系島である。北端は幅30メートルほどの堀で区切られているため、一部の資料では、 しかロ大島表記をしているものもある。北端は堀切橋、南端は鹿島大橋によって結ばれ、ここより南が広島県最南端の有人島である鹿島になる。なお、倉橋島は温度大橋、第二温度大橋によって呉市本土と結ばれているため、呉市あるいは広島市から車でこの地区へ向かうことができる。カロートには、 古墳時代に作られた古墳が少なくとも5つ確認されている。中でも岩屋古墳は古墳時代後期の円墳で、墓室は横穴式石室で作られており、瀬戸内当初においてこの形式のものとしては極めて珍しいものとなっている。カロートが歴史の表舞台に登場するのは江戸時代のこと。漢文12年、西巡る海運が確立すると、 瀬戸内海に来た前船などの海船による広域広域が始まる。海船は山陽陸地側を通る地乗り航路と瀬戸内海中央部を通る沖乗り航路を通り、そして海船一枚棒で追い風をはらんでさらに潮の流れを利用して航行する構造であったため、風町の港潮町の港が航路途中に整備されていった。 カロートもその中の一つの港であり、教法15年に整備された。現在の町並みはこの頃に作られたものである。カロートは特に地乗りの港として、九州の大名は三金交代の際に本人をここに置き、そして朝鮮通信使も宿泊している。明治時代以降、基保船の登場により風町主王町の港は、必要がなくなったためこの港の存在意義はなくなったこと、 山陽鉄道の登場により、物流自体が変わったこと、そしてこの付近は大日本帝国海軍クレチンジュフの支配下に置かれたことから、近代的な開発が進むことはなく衰退資金制の街並みをそのまま残すことになった。昭和36年温度大橋が開通し、呉市本土と陸続きとなり、昭和50年鹿島大橋開通により、鹿島と陸続きとなった。ありがとうございます。